こんにちは、八村です。本日なんですが、これから経営顧問フリーランスになる方に、まあ、これはもう絶対やっといてっていうことをお話ししたいなと思います。なので最後までね、ぜひ聞いてほしいなと思います。まあ、あのね、俺個人事業主として、この前ね、開業届出してきたんですけど、まあ、その時にもね、ちょっと失敗したって言ってたんですけど、まあ、今どうやらサラリーマンやられてる方がね多いのかなと思うんですけど、これから経営貨物やろうと思われてる方で、今の現在の職業はねサラリーマンかなと思うんですけど、で仕事を辞めて経営貨物やろうと思った時に、まあ自動的にって言ったらあれなんですけど、まあ正社員とかになることがない限り、まあ基本的に個人事業主になるんですよね。経営貨物っていうのはフリーランスっていうか、そんな形になるので、まあ、経営貨物って言ってもギグエコノミーとか、そういったアマゾンフレックスとかね、ピックゴーとか、そういうので生計を立ててる人もいたら、まあ、宅配みたいな感じで、佐川の委託みたいな感じでやられてる方もいろいろいると思うんですけど、まあ、基本的に全部個人事業主なんですよ。もう、皆さん、経営貨物やられてる方っていうのは。なので、一番最初にやっぱりやるべきなのは、開業届になってくるんですよね。この辺を後にってしていくと、結構いろいろと面倒なので、まず一発目にも地形、書類関係とか、そういう、なんていうんですかね。そういう系ですよね。そういう系動いちゃった方が絶対いいんですよね。俺も前動画で言ったんですけど、開業届出した時に色々と分かったことがあるんですよ。その開業費とかね。そんなん知らんかったんで。知らんかったんで。開業届出してほんとね、税務署に持っていくんですけど。で、税務局の人と、いろいろ、こう、職員の方と喋って、初めて分かったこととかあったんで、マジかと思って、マジかと思ってね。なのでね、もう、先に、もし、心配な方はね、行っていろいろ聞いた方がいいですね。経費のこととかあるじゃないですか。俺もそういった経費のこととかも、あんまりよく、まあ、正直分かってなかった部分もあるんで、そういうのも聞いたんで、でね、そういうなんで、開業費っていうのを経費で落とせるよみたいなの聞いて、マジかと思ってね、言ってたんですけど。なので、例えば経営貨物やる方やったら、もう駐車場もかかってきますし、黒ナンバーの所得する費用とかもあるじゃないですか。とかね、あと、まあそういう車のね、いろいろ備品とかも仕入れんとダメですし、まあ結局そういった、開業するにあたって、使う費用とかも全部経費で落とせる可能性というのは非常にあるんで、なのでね、そういう領収書とかレシートもガソリン代とかも、ね、全部、取っといた方がいいです。もう、そうじゃないと俺みたいに失敗しちゃうんで。なので、まずはね、開業して、そういったのを、まあ、取っとくっていうのも大事だと思うんで、まずは、開業した方がいいんですけど、この開業するときにまた、注意してほしいのが、青色申告と白色申告っていうのが、まあ言うたら選べるんですよ。ですが、もう何も考えず青色申告にした方が絶対にいいです。もう 100% そっちの方がいいんで、間違ってね、白色申告する人たまにいるんですけど、何が違うかって言ったら、まあ確かに白色申告の方が、この確定申告絶対しな、ダメなんで、個人事業主の方は3月かな、になったら確定申告っていうのは絶対義務なんでしな、ダメなんで、なんですけど、白色申告の方が、まあ言うたら楽なんですよ、申告は。確定申告するのは。ですが、デメリットの部分が大きすぎて、絶対に青色申告した方がいいです。青色申告は確かにその確定申告の手続きはちょっと面倒なんですけど、そのメリットがでかすぎるんで、絶対にフリーランスとか個人事業主で開業するのであれば、青色申告してください。んで、ついでつってあれやつけど、俺 もう一緒にしたんで、開業届と青色申告の申請書みたいなのを一緒に出したんで、で、それでもパソコンでね、開業フリーっていうやつやったかな。なんか国税局のサイトからなんか飛んでったと思うんですけど、それで言ったらむちゃくちゃ簡単です。全然パソコン使う苦手やわみたいな人でも、もうすぐに簡単に作れるんで、マジで。マジで、これでもできたみたいな感じで、すぐ作れたんで、全然そんな、なんか、難しいとか思わんでも全然できるんで、これで一緒にね、青色申告と、やった方がいいです。それやったら経費も使えるんで、青色申告やったら。で、最大65万円やったかなの控除も受けられるんですよ。例えば年間売上500万、経過物でね、500万あったとしたら、言うたらまあ、単純にその500万に税金がかかってくるわけじゃないですか。ですが、その青色申告やったら、最大65万円控除を受けられるんで、まあ、どういうことやっていうと、その500万
売り上げ500万やって、普通やったら500万円税金かかるんやけど、65万円分引いてくれるんですよ。控除してくれるんで、なので、435万円みたいな感じになるんで、435万円か。普通やったら500、まあ、絶対に年収って上がれば上がるほど税金って上がっていくじゃないですか。でも、65万円分引いてくれるんで、435万円分の経費しか、じゃ税金しかかからなくなるんで、めっちゃお得なんですよね。引いてくれるんで。ラッキーじゃないですか。だいぶラッキーっすよ。その分税金安くなるんでね。なので、絶対に、開業届と青色申告っていうのは、まず、もうやった方がいいです。先に。で、次に、もう早急にやった方がいいんが、国民健康保険と国民年金とかその辺の手続きですね。はもう先にやらんと健康保険証が手元に届かないです。当然ですが、特に扶養とかね、家族さんがいる方は特になんですけど、それを早急にやらんと、皆さんのね、まあ扶養に入られてる奥さんとかもそうですけど、保険証が手元に届かないんで、なので、もう言うたらね、もうほんまにもう、個人事業主になったってなったら、もうその日にもう、この開業届、青色申告と、年金健康保険っていうのはもうその日に速攻やった方がいいですね。後になればなるほど、どうしてもその、手元に届いた保険証とか届かないんで、その間とかね、病気とかしたらね、一回全額立て替えな、確かダメなんで。なのでね、その辺はもう早急に動いた方がいいです。そうじゃないと、俺みたいに失敗します。なのでね、それは絶対に、やってください。まあ、フリーランスとか、まあ、軽貨物やる方はね、いろいろ、費用というのはどうしてもかかってくると思うんですよ。まあ、車代もそうですし、駐車場とかね、まあ、その辺も動いていかなダメなんで、いろいろ、まあ、やる前にね、していかなあかんことって多いと思うんですよね。なので大変やと思うんで、その辺をね、結構ね、見落とさる方がいるんですよ。もう、後でいいわ、後でいいよ、みたいな。あれもやらなあかん、これもやらなあかん、ああ、もうこの日面接や、みたいな、ね。いろいろなんかね、なってくるんで。なのでね、まずは、それより、まず、それは、何よりもまずはそっち系を優先した方がね、いいです。不安にな、気づいた時に遅い、みたいになっちゃうんでね。俺みたいになるっす。なので、そうならないためにもね、やってほしいなと思います。んで、まあ、これは、まあ、俺の個人的なあれなんですが、もし、そうやってフリーランスになる、まあ、今会社員で、これから軽貨物やろうかな、フリーランスになろうかなと思われてる方、まあ、俺の個人的なあれなんですが、そう思った時に、俺 YouTube も一緒に始めた方がいいと思います。これマジで。ほんまに、むちゃくちゃいいと思います。そういう、なんですか、これからやろうと思われてる方とか、そういう方の考え方、動き方っていうのは非常に参考になるんですよね。これからやろうとされてる方にとって。なので、まあ、こういう言い方したらやらしいですけど、非常に儲かる可能性というのはむちゃくちゃあります。ほんまにむちゃくちゃあるんですよね。なので、ね、需要が高いというか、なので、まあ、これからね、2020年ですけど、これからどんどん、5G の時代になって動画とかいうのがもっと優先度が高くなってくるんで、基本的に絶対 YouTube とかそういう動画配信系っていうのは伸びてくるんで、そんな中でもう先にやっといた方がいいと思うんですよね。なのであんま今、俺の知る限りいないんですよね。これから軽貨物を始めますっていう方の YouTube チャンネルって俺の知る限りですけどないんで、もうほとんどもう始められてる方か引退された方かの配信ばっかりなので、これから始めますみたいな、脱サラして始めますみたいなね、そういう動きってのは絶対に、需要あるんで、いいと思います。間違いなく伸びると思います。まあ配信者によるんですけど、ちゃんとほんまに頑張ってすごいやってればめっちゃ儲かるんじゃないかなと。俺やったら絶対にやります。これからね、もう何も知らない知識ゼロの状態で、これから始めますってやったら絶対に撮りますね。YouTube。ほんまに、経過物始め絶対儲からないんで。なので、YouTube からね、例えば月5万、10万とか入ってきたらもう全然違うと思うんでね。なので、やってみたらいいんじゃないかなと思って。ただですし、俺これ携帯で撮ってるだけですし、あんまり編集もそんなしないですし、白やって話なんですけどね。編集もしないで上げてるんで、言うたらコストゼロなんですよね。で、アップしてるだけで、今だいたい5万から10万ぐらい入ってくるんですけど、むっちゃいいじゃないですか。なのでね、ただなんで、ぜひやった方がいいと思いますし、まあ、顔出しが嫌やっていうのであれば、まあ、なんかマスクしますけど、なんかもっと顔隠してやるとかね。
まあ、どうしても喋るのが苦手やっていうんやったらブログを書いたりとかでもいいですけど、絶対そのやろうとしてるその行動っていうのをなんか残した方がいいです。とか、まあ、良ければこうやって配信するのが一番いいです。ほんまに儲かると思います。ほんまに儲かると思うんで、おすすめなんですが、まあ、これからの時代絶対そういうのは需要高まってくるんで、やった方が俺は、もしかしたら、軽貨物始める頃には、もしかしたらね、もうすでに5万円ぐらい入ってきてるかもしれないんで、俺絶対やった方がいいんじゃないかなと思います。はい。今日はね、ちょっと長々と喋ると、町村さん動画長いって言われちゃうんでね、サクッと言いたいんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、これからね、フリーランス、まあ、っていう動き方っていうのは、そもそも注目されつつあるんですよね。まあ、個人で稼ぐ。っていうかね、まあ、そういう働き方っていうのはすごい注目されてるんで、おそらくここ10年とかでもっともっとそういった、フリーランス、個人事業主の方っていうのは増えてくると思います。間違いないと思います。なので、軽貨物も方も言うたらまあフリーランスというか、まあ、個人事業主なんでね、まあ、そういったギグエコノミーとかも宅配の方もそうなんですけど、まあ、自分のね、自由に働きたいみたいな考え方が非常に増えてくると思うんで、だったら、そういった手続きはしなあかんこと多いんですよね。まあ、会社員じゃなくなるんで。まあ、その辺も含めてのフリーランスなんで、その辺をこうめんどくさいから後にってしちゃうと、後々むちゃくちゃ痛手になっちゃうんで、まずやろうと思ったのであれば、そういう、ところもね、一緒に調べてほしいと思うんですよね。まあ、軽貨物やったら、軽貨物のことばっか調べるじゃないですか、皆さん。じゃなくて、そういう税金関係とか、そういう書類関係とかも一緒に絶対調べた方がいいです。もうそれで一つとして調べた方がいいですね。皆さん軽貨物のことばっか調べるんで、正解なんですよ。もちろんそれで正解なんですけど、そういう税金関係のこととかね、俺もそうやったんで。なので俺の失敗談を元にこれ喋ってるんですけどね。俺は軽貨物だったら軽貨物ことばっか調べたらいいと思ってたんですけど、それは大きな間違いでしたね。そういった国の、そういった税金のこととかもやっぱ調べるとむちゃくちゃ損しちゃうんで、ほんまにもう皆さんはそうならないでほしいんで、一緒に、まあ、考え方をね、もうちょっとこう広く持って、いろんなことも調べてほしいなと思います。はい。今日はこんな感じでね、これからフリーランス、軽貨物やる方にとって、これはしといてくださいねというお話でした。私のチャンネルではこんな感じで軽貨物とか、お役立ち情報とかお金の話とか、これから起業しようと思ってるんで、そういった企業に向けての動きとか、そういうのをどんどん動画で出していきたいなと思ってますんで、ぜひチャンネル登録と、もうここまで見てくださったのであれば、チャンネル登録はして帰ってください。お願いします。と、グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。